TA ローは2006年4月8日から2008年6月28日まで中京テレビで放送されていたトークバラエティ番組である慶楽産業グループの単独提供全117回石田純一と森下千里が現役女子大生チームの TA ローガールと共にメンバー各ののの学生生活や恋愛などについて語り合っていた深夜番組であるトークの他にも 毎回様々なバラエティ企画を実施していた。番組タイトルは、石田純一の本名、石田太郎に由来する。番組は、メンバーの入れ替えを繰り返しながらも2年3ヶ月にわたって放送されていたが、2008年6月28日放送分をもって、同タイトルでの放送を終了。同年7月5日、放送分からは、栄 TLO と題して、 完全リニューアルし、レギュラー陣も、司会の二人とごく一部の TA、ローガール以外は全員卒業することになった。番組収録もそれまでは、中京テレビ級本社のスタジオで行われていたが、坂 TA ローからは経営学坂江開発の運営施設であるサンシャイン坂で行われるようになった。この番組は、中京テレビのほか、2006年10月から2008年まで、 日テレプラスサイエンスでも放送されていた。ただし、日テレプラスサイエンス版の内容は、中京テレビの約3ヶ月遅れであり、加えて、後日の生放送スペシャルは、放送を見送られている。また、ハイビジョン制作の表示には、ぼかしがかけられていた。メンバー全員が、東海三県各地の大学に通う女子大生で、大方が芸能事務所に所属して、モデルやタレント、 女優や歌手としても活動している者たちだった。番組の放送中は、メンバーおののの名前が在学中の大学名とともに、テロップで表示されていた。NAC、名古屋所属キラリプロモーション所属、ジオット所属シスターモデルズ所属スタンドアップ所属、大夢プロダクション所属マッシモ所属その他、この番組唯一のレギュラーコーナーで、東海三県各地の大学サークルの代表者たちが、 番組内での宣伝告知をかけてパチンコ勝負に挑んでいた。収録はサンシャイン栄店内で行われていた。サークルの代表者がパチンコ勝負をして出したリーチの時間分だけ自由に告知することができ、さらに勝負中に大当たりを出した場合には、告知中のワイプ表示を通常時よりも大きめにしてもらえた。しかしながら番組構成の都合上、 告知の最中であっても途中で切られることがあった。ありがとうございます。